みなせよ、皆さんこんにちは。今回の韓国は3泊4日、まずはプサンエアで成田から出発します。ではカジャー。インチョンに着いてすぐコネストで予約した Wi-Fi を取りに行きました。空港で受け取り返却できるのでとっても楽でした。しかもめっちゃ安い。 Wi-Fi も全く問題なく使えましたよ。今回は13階の一番上の部屋です。景色はそれほど良くないけど、ここからだとちょうどね、ビルの合間にこう景色が抜けてる感じですね。はい、こんな感じです。では1日目の夕飯はウルチロサンガに来ました。7番出口を出たら U ターンするとこの大きな通りが見えるので、そこを左です。ここだ。めっちゃ分かりにくい。よいしょ。乗ってるよね。お腹すいた。唐辛子ですよ。唐辛子、辛くないですよ。あ、じゃあちょっと辛い。じゃあニンニク入れて召し上がってください。ありがとうございます。ご飯欲しいですか？ご飯。健ちゃん。うわ、すごい。お肉たっぷり。うわ、すごい。うわ、ペーパー。うわ、美味しそう。最高に美味しい。 따로 ター2枚買ったんです。紫色のとあとグリーン買いました。どうでしょう、かわいいでしょこれで。お袖のところにこんな感じでねボタンついてんです。どっかで見たような、ザラみたいなデザインですけど、でもねザラよりもちょっとお袖がねちょっと広めにできてるし、ここのね胸のこういうところもちょっと広めにたっぷりとできているので、ザラのものよりも逆にねこれね着やすいんじゃないかななんて思います。それとあとねパンツも買ってきました。この黒、ただねここね試着ができないんですけど、多分 F って書いてあるので、これがまあ M サイズぐらいっていうことですね。フリーサイズなので、まあ試着しないで前回も大丈夫だったので、今回もこの黒買ってみました。ではね、さっきウルチロの駅で買ったこの、くるみの入ったお菓子をちょっとね食べてみたいと思います。結構ねもうお腹いっぱいなんだけど、これはちょっと別腹かな。いただきます。こんな感じ、可愛いですよね。結構ね外がカリカリに焼かれてるんですよ。美味しい。これなんだろう、あんこみたいのが入ってます。何味かな。5個で350円、3500ウォンなので350円ですね。ちょっとねこうつまむのにはお値段的にもいいですよね。美味しい。でね、もう1個ぐらいいけちゃうかな。ちょっとこれも食べてみます。これはカスタードかな。これはねすごい大きなくるみが入ってました。美味しい。では1日目これで終わりました。今日はこれで寝ようと思います。ではまた明日。チャウチャー。